働く高齢者の労働意欲を削ぐということで、悪名が高い在職老齢年金ですが、今年の年金改革で廃止されるはずだったんですが、紆余曲折があって、現状維持のままになりそうです。せっかくですね、高齢者が働いたら働いた分だけ年金が増えるということで、非常に素晴らしい、制度改革になるかと思われたんですが、65歳以上の方の場合、47万円で現状維持になる可能性が高くなってきました。ということで、こちらの詳細をお伝えしたいと思います。まずはですね、こちらの在職老齢年金の最新事情を、簡単にまとめてみました。まず、一番最初ですね、厚労省が今年10月に在職老齢年金で年金カットされるその基準額をですね、月額62万円にすると発表しました。しかしですね、これがですね、お金持ち優遇、富裕層優遇だというふうに批判を受けたということですね。ちなみにこの在職老齢年金の仕組み、こちらね、ちょっと理解できていないっていう方もいらっしゃるかと思うんで、そちら簡単に説明させていただくと、この基準額、年金カットの基準額、月額62万円っていう、これをね、例にとるとですね、年金プラス、働いた収入ですね。その合算がですね、月額で62万円を超えると、年金がカットされていくというようなものとなります。これ、月額62万円っていうのは、これ、改正で新しく提示された基準額となっていまして、60歳から64歳の方の場合はですね、現在28万円、月額28万円で、それ以上の金額をですね、もらった場合、年金と収入、給料ですね。給料で月額28万円を超えると年金がカットされるということで、かなりね、働く高齢者の、労働意欲を削ぐような、そういった制度だったわけですね。ですが、それが、62万円、月額62万円まで、その基準額を上げましょうという話だったんですが、お金持ち優遇、富裕層優遇だという批判を受けてですね、これが、月額51万円に修正されました。これでだいぶ月額62万円っていう風に最初ね、発表されていたのから考えると、月額あたり、月あたり11万円も下がっているんで、かなり下がっているんですが、それでもですね、これお金持ち優遇だという風に批判を受けました。結果としてですね、結局やっぱり47万円に戻しますというね、そのようなところが現状という感じですね。なので最初のね、月額62万円っていうところから考えると、月額で15万円も下がってしまったと。というかね、元に戻ってしまったっていう感じで、これ一体どうなんだっていう感じはありますね。ちなみにこの月額っていうのはですね、ボーナスがある方の場合は、ボーナスを足した上で平均した月額の給料、プラス年金で計算するので、実際のこの47万円ってなっていたとしてもですね、47万円で年金が20万円とかだったら、じゃあ月額27万円まで稼げるんじゃん。じゃあ結構な額じゃんっていうふうに思うかもしれませんが、ボーナスも含めるとですね、当然ながら27万円以下の月額の労働収入で年金がカットされるということで、やはりですね、働く意欲がちょっとね、そがれるんじゃないかなというふうに思います。ただしですね、こちら改善点もあります。それがですね、今回ね、先ほど言った通り、現状の議論では60歳から64歳まで、そして65歳以上、ともにですね、月額47万円に基準額を設定しようというような話に今なっているわけですね。で、これはですね、65歳以上の方の場合は、今までと同じっていう感じになるんですが、現状の制度ではですね、60歳から64歳の方の場合はですね、月額28万円で年金カットになっていました。なので、それがですね、月額47万円ということになれば、60歳から64歳の方に関して言えばですね、大幅に改善するということになります。で、ちなみにですね、この月額47万円ということであれば、年金と労働収入、その合算年収で564万円まではカットがなくなります。つまりこれ、年金がね、例えば先ほど言ったような月額20万円もらえるというような過程であれば、それが、年金からの収入が240万円ということになるので、324万円までの給料収入であれば、年金のカットがなくなります。60歳過ぎて年収324万円って言ったら、それを超えてくる人って、そこまでね、多くはないと思うので、そういう意味ではね、なかなかいい改善かなというふうに個人的には考えています。そういったところも含めてですね、本当ね、個人的にはとりあえず納得できるようなところではあるのかなというふうに思いますね。というのもですね、個人的に一番納得がいかなかった部分が、60歳から64歳という方の、月額28万円以上でカットというね、年金カットになりますというところが納得いってなかったっていうのがあるので、それがですね、月額47万円で、統一されますというのは、正直ね、納得いくというか、もうこれぐらいあればもう全く問題ないんじゃないかなというふうにすら思いますね。やはりまあ60歳から64歳というと、定年退職した直後ということで、結構元気に働ける世代だったわけですが、そういった元気な働ける方々が、月額28万円以上でカットされるというのがね、正直ね、どうなんだろうというふうに思っていたので、そういう意味ではね、これは納得できる、改善になるのかなというふうには思いますね。これがね、それで通るということになればですけどね。先ほどのこの月額28万円っていうラインっていうのは、この年金との合算年収でいうと、336万円以上は年金カット対象になります。つまりね、先ほどの、年金収入が20万円。20万円、60歳から64歳で、年金20万円もらう人というのは多分あまりいないと思うので、例えば、月額15万円とかで換算したとしたら、15万円かける12ってなると、180万円ぐらいですかね。180万円で、それを336万円から引くと、要するに150万円以上を稼ぐと、大体年金カットになるという感じになってしまうわけですね。つまり月額、10万円ちょっと稼ぐと、年金カットの対象になりかねないということで、60歳から64歳の元気な方がそれぐらい稼いだら、年金カットになるってなると、そういった現状ではですね、もう本当繰り上げ受給をする方であったり、特別支給の老齢厚生年金とかをね、受給している方は、60歳から64歳であっても年金を受給できるということになるんですが、そういった方々がですね、働きたくても働けない状況になりかねないんじゃないかなということで、本当ね、これはね、ちょっとどうにかするべきだなというふうに思っていたので、それがね、月額47万円までカットの基準額が上がるということになれば、個人的にはね、納得できるかなというふうには思いますね。またですね、このね、47万円っていうところを超えて、64万円、62万円ですね。62万円までの基準を引き上げっていうことになると、確かにね、ちょっと金持ち優遇的な要素も出てくるんじゃないかなというふうにね、思うところもあります。例えばですね、先ほどのこの62万円っていうところまで、在職老齢年金の年金カット基準額を引き上げるとなるとですね、先ほどのようなね、年金との合算年収で考えると、月額62万円 ×12 で、744万円までね、年金カットがなくなります。ですがね、ここまでね、稼いでいる高齢者って、ほとんどいないですよね。よく言われているのは、こうやったね、月額62万円とかまでに引き上げると、結局得するのは、企業のね、幹部とか経営者とかのね、そういった、本当お金はたくさんあって余裕があるような人たち、そういった人たちだけが、優遇されるような制度になるんじゃないかということで、そういうふうに考えると、62万円まで基準額を上げるのは、本当金持ち優遇、本当富裕層優遇というふうにね、言えないこともないのかなというふうに思いました。こうやってね、年金のカット基準額を、ガーって上げていくことによって、当然ながら、その年金のね、財源っていうのをどんどん食い潰していくということになるので、基本的にそこまでお金に困っていない人たちにまで年金をね、バンバン支給した上でですね、将来的に必要になってくるその年金のお金の財源がですね、どんどん減っていくっていうのは、よろしくないんじゃないかというようなね、お話ですね。そういった中でですね、今回の改正案で、このね、60歳から64歳の方の基準額が28万円から47万円までに引き上がるということになれば、確かにね、一番、納得のいくラインなんじゃないかなというふうに個人的には思います。65歳以上の方の場合は月額47万円で変わらずではあるんですが、65歳以上の方でそこまでバリバリ働いて、月額、年金と合わせて47万円以上稼ぎますっていう方はね、結構稀だと思うので、そういう意味で考えたら、その65歳以上の方の、この月額47万円の部分は、そのまま据え置きでも、問題ないんじゃないかなというふうにね、思いますね。という感じでね、現状、このような、年金の改正案が、出てきているという感じですね。ただね、これね、いろんな富裕層優遇なんていう話が出ていて、どんどんね、その月額62万円だった基準額が、51万円に下がって、47万円に下がってっていうことになっているので、ね、下手したら、これからね、65歳以上は47万円で据え置き、そして60歳から64歳の方も、月額28万円のままで据え置きなんていうことにね、もしかしたらならないとも言えませんからね。そうなるとね、正直ちょっとね、どうなのっていうふうに思うというか、本当、働ける、高齢者の方々の労働意欲を削ぐようなね、本当悪名高い、制度になってしまうので、せめてね、このね、60歳から64歳の方の、基準額を47万円への引き上げ、ここだけはね、最低守ってほしいなというふうに思います。ということで、最後にですね、こちらの各ラインごとの年金カット基準年収っていうのをね、ご紹介して、この動画を終わりたいと思います。先ほどね、現状の60歳から64歳の方の年金カット基準額、月額28万円の場合はですね、年金と労働収入合わせて336万円以上でカットとなります。これはね、やはりきついかなというふうに思いますね。これだともう年金をもらってたらほとんど働くことができないということになってしまうので、ここはですね、どうしても、その下のね、月額47万円まで上げてほしいと思います。この月額47万円まで上がればですね、労働収入と年金の合算収入で年収564万円まで、年金がカットされないということになるので、これぐらいであれば、ほぼほぼ納得いく金額かなというふうに思いますね。で、ちょっと前に出ていた月額51万円の場合、年収が612万円ということになります。これぐらいであれば、月額47万円とそれほど差はないので、差はないってことはないですね。年収で50万円ぐらい差があるんで、結構差はあるっちゃありますね。とはいえね、その一番下の月額62万円、ここまで来ると年収が744万円ですからね。現役世代でもここまで稼いでる人ってほとんどいないと思う中で、ここまでね、年金と合わせての収入が必要かと言われると、正直必要ないと思いますし、そもそもここまでね、稼ぐ高齢者ってそれほどいないので、ここまではね、必要ないのかなというふうに個人的には思います。ということで、今回のね、現状の在職老齢年金の改革案、議論されている改革案についてお伝えさせていただきました。ぜひね、これを見て思うことがあればですね、コメント欄の方からご意見お聞かせください。